前回のチューニングプラス省略コードの解説 F コードちょっとチューニング狂ってるけど F のポジションっていうのはこういうポジションね。ちょっと難しいよね。 まず人差し指でバーで全部押さえてちょっとチューニング合ってないね。ちょっと待って、まあいいや。ギターやめちゃった、 F コード押さえなくてギターやめちゃったっていう人は意外と多いし、まあコロナ禍でギター買っちゃった、とりあえずストラトキャスターモデルが一番売れたんだろうけど、エレキ買った人でもアコギでこう教えたことをエレキに応用できるし、ギター弾いてなくてもこの講座で知った音の仕組みっていう音楽の仕組みを覚えたら他の楽器にも応用する人もいるだろうから、今日はそのテーマに挙げてみようかな。だから俺がフォークギターでやってるけど、エレキ持ってるやつはもっと同じことをエレキでもできるし、それを発展さすこともエレキでもっと発展できるけど、エレキで発展させた音をフォークギターでやることは意外と難しかったりするので、まあ基本的にまあね、あんまり飾りっていうかエフェクターとかアンプとかそういうことを省いた状態で教えてるってだけで、まあエレキで真似してもいいっていう。で F コード、ドドミソ、ドミソっていうか、まあドはここなんだけど、ドはここね。だからこの F をここまで移すと C のまあいわゆるトライアド三和音っていうか、ドミドドドミソドミソっていうの、まあ鍵盤とは全然順番違うような高さもね。だけどこの3つが鳴ってるのが鍵盤でドミソを押さえるときは3本の指だけでいいんだけど、並びも違うんだけどね、音の高さとかね。だけど音の構成一緒だから、こんなに6本の弦を全部いっぺんに押さえなくてもいいんじゃないっていうのもあるんだけど、他のここら辺な、ここの音とこれは1オクターブ、まあ鍵盤を12黒白合わせて12またいだ上の音がドー、同じまあ1オクターブ上ね。でこことここはちょっとチューニング違うかな、まあ例えばちょっと違うけど、まあとりあえずだから、小
省略コードで言うと、これね、これでも C だから F の場合、ここでトライアド三和音の省略で高い音だけの3つの音を出そうとしたら、これでもいいんだよね。ここを2つ押さえて、まあ3つでもいいんだけど、上の2つを押さえて、この薬指でこのフレットね、このフレットを押さえて、これでも F、 これでも F と変わらない響きよね。ね、低い方だとね、でこうなんだけど、省略できる、別にこの F で挫折しても F らしき音は出せるし、あのポジション変えれば C の和音のハーモニー出せるんだけど、ポジション変えればね、このポジション覚えたら楽なんじゃない。これで挫折しちゃってギターやめちゃったっていう人多いと思うんだけど、まあそしたらこれとか、まあそうだな、あとここね、ドミソ、これだけでも、F とここね、まあいわゆるドミソで言うけど、まあ、3つのメジャーコードっていうか、ドミソソでしょ。 F のポジションだと、だからこことここと、こことここ、この3つ押さえたら F になるから、これ難しいなって時は3本だけ押さえれば3本、トライアド3本ができるんだね、これ。で、こっち、まあこっちのポジション A の A、 A は楽だよね。 A 楽なんだけど、 A のこの F のポジションをこっちずらすと、まあ響き大体、大体ってか一緒なんだけど、これハイポジションの A で F と押さえ方ポジション一緒、こっちずらしてるだけね。だから鍵盤みたいに和音のキーが変わっても、同じトライアド3和音でも押さえ方はそれほど変わらない。だからこれをもっと高いところでやるとこうなるんだけど、その構成っていうのはドミソ、まあ A でいうところのね、まあ3度ずつ上の、3度ずつっていうか1、2、3、この鍵盤の最初の A 行ったら黒の鍵盤行って、でその次の、まあいわゆる1度2度3度、まあそれに対してはまた言うけど、3度ずつ空いてる音がね、超3度ずつ、長い3度ずつね、メジャーの3度開、あの間隔を置いた和音がトライアド3和音ってメジャーコードなんだけど、単3度っていうのはマイナーコード、ちょっとこういうね、悲しいかどうかわかんないけど、普通マイナーコードがあると悲しかったり勇ましかったり、まあいろいろ人によってイメージ違うし、曲の使い方によっても違うんだけど、メジャーで始まってマイナーコード使ってんだけど、マイナーコードなんだけどこれね、メジャーで始まってマイナーコードの次の展開で、マイナーコードのポジションによってはメジャーの展開のスケールなんだけど、全然暗くも悲しくも勇ましくもない曲調になっていくんだけど、まあ今日は省略コードと、まあ、チューニングの続き後半にやるから、で、まああとリズムね、8分音符ね、ね、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、8、8ね。それでこれをまあこういくとするじゃん。で省略コードの A で展開するとして、この3つ押さえれば省略コードだから、こうね。で
まずミュートはいつかやったけど、ここの主刀っていうか、まあ、チョップのところでここブリッジ側を押さえて、こうここの5弦をこうやるとするじゃん。まああんまりこう鳴らしっぱなしだとちょっとご近所さんに迷惑だから、ちょっとミュートする。あとミュートしたがゆえに結構ロックっぽい、なんかいわゆる乗り物オタクがバイクのこうエンジンみたいだなっていう人もいるかもしれないね、この音を聞くとね。これでミュートしてるんだけど、こっち側まだ弾いてない、押さえ込んでないから弦側、こっちがフレット側のミュートなんだよ。こっちはブリッジ側のミュートで、こっちは弦側はミュート、フレット側はミュートしてないよ、開放だからね。でこっち側を押さえ込むと、フレット側のミュートプラスこっち側のブリッジ側のミュートを合わせてリズムというか、リズムとそのリフが作れるよね。だからラテンのリズムで、いわゆるクラベスを使ってこう火の用心みたいな、木の棒を叩いてタッ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 っていう、まあ、基本的なリズムがあるんだけど、それをギターで こっち側の押さえ込み方のリズムの取り方で、ラテンのクラーベのソン、クラーベとソンっていうのがあるんだけど、まあスペイン語系のキューバのリズムで、ね、まあそれはアフリカ由来だと言われてるんだけど、アフリカの影響、アフリカからのリズムの影響強いんだけど、さらにあの南米で発展したんだけど、押さえ込み方ね、ワンツースリーホー、ワンツースリーホー、こっち側であのいわゆるクラベのリズム、ソンとクラベのリズムを、まあボーディドリーとかもだから、いわゆるラテンのリズムを取り入れて、曲有名な古典のロックンロールの古典があるんだけど、あれはラテンのリズム、そのラテンのリズムがニューオーリンズに来てセカンドラインって言われるんだけど、まあこの4が2つつながって8なんだけど、それをさらに3に割ってるっていうか、まあ8を3で割り切れないんだけど、途中ちょっと感覚をあのストレッチね縮めて、あの8の中に3つの音、3つと5つ、3つと2つを入れて、これ8の中3が入ってるからね、それでこれ4の中に2が入ってるでしょ、だから8の中の中に2が入ってる、まあだから8の中に3と2を混ぜちゃうんだな、リズムをね、1,2,3,4,5、 8の中に5つの、 あの音符が入る、これアフリカ由来の南米のリズムがニューオーリンズに渡ってセカンドラインになって、そしてあのロックンロールのボーディドリーっていう人が、あのモナっていう、まあ、古典ロックンロールの古典、ロックンロールクラシック の古典の名曲を作ってます。ボーディドリーでモナって曲を検索エンジンにかけて、まあ、YouTube なりその自分の音楽サブスクリームでモナって曲聞くと、このリフ、ギターリフが出てくるから、
あんまりいきなりやったから上手にそのラテンの南米のリズムができてないけど、ニューオーリンズのセカンドラインできてないけど、変だけどこんな感じの曲があるんで、古典のロックンロールのロックの古典でね。まあその後ローリングストーンとかカバーしてもらって曲をね、オリジナルはボーディドリー。もっとルートをたどれば、ね、根っこをたどれば家系図って面白いよね。ファミリーツリーって英語で言うらしいんだけど、家系図って英語でファミリーツリーって木なんだけど、ルーツの方が上になってるよね。根っこが上だよね。で葉っぱとかは一番若い子供とか孫とかなんだけど、今生きてるやつなんだけど、それ下になってるよね。上下逆さだよね。ファミリーツリーね、家系図ね。だからルーツ遡ると、8を4分音符を3で割ったり、まあ8を3で割ったり5で割ったりとか、ね、そういう5で割ったりとか、その中にリズムを混ぜ込むっていうのは、これ3なのかな、2なのかな、5なのかなっていう、そういう数学的な計算がアフリカ現地の人が、その数学的に分かってたかどうかっていうのは分かんないんだけど、どのポイントでなればこういう複雑なポリリズムが出せるか、完成できるかっていうあれだったな。まあこれでまあ省略コードとリズムの取り方はまあ大急ぎでやったけど、また個別にやる場合もあるかもしれないし、やんなくてもみんなできるようになってるかもしれないし、もうそんなことすでにできるよっていう中級上級の人はまあそこら辺飛ばしていいんだけど、でチョーキングっていう弦を引っ張るんだけど、特にアコースティックギター、エレキギターはもうちょっと弦が柔らかく、テンションっていうかその張り方が張ってるから、一本の指でも上がる場合もあるんだけど、指の筋肉がなかったりすると、2つの上がる場合もあるんだけど、指の筋肉がなかったりすると、2つの指で弦を押さえて、中指と薬指で押さえて、こう上げるとやりやすいね。だから、ギプスっていうのかな、医療用語で。いわゆる添え木だよね。ちょっと補強材として、この音を上げてる、 この音を上げてんだけど、引っ張ってんだけど、それをするには筋肉いるから、補強材としてもう一本の指を出すとやりやすいというか、その筋肉が足りない部分を補うというかね、2本で弦を押さえてこうやると、意外と音のベンディングというかチョーキングが簡単になるんで、まあそういう技術っていうのはやってみれば意外と簡単なんだけど、1本でチョーキングっていうのもあるんだけど、まあ2本のチョーキングもの場合もあるのね。ここかな、2本でやると2本でチョーキングがビブラートっていう、このフレット側の指板側でできる、こうやると意外とエレキだともっと楽なんだけど、ここの弦とここのフレットで、この弦ね、まあ後で拡大するけど、でこの弦ね、これで、音揺らすね、揺らすっていうかの、上げたりね、上げといてピッキングして下げるとかね、とかね、とかちょっとかっこいいっていうか、まあこの奏法を覚えると、まあ表現の多様性が出るので、ダイバーシティな表現ができるので、こういうリズムの取り方と復元の、まあ、短縮コードと、まあ、2つの弦、まあ、3つの弦でも、まあ、チョーキングっていうか、その音をこっちの音程に上げることはできないけど、ちょっと揺らすことはできるね。
こう普通に弾くのとちょっとこうね3本持っててもこうね3本持っててできるよね。ちょっとビブラートっていうかいわゆる音を揺らすことね、そういうことをできるんで、まあこれ一気に一足飛びにできないとは思うから、まあこの動画見た後はしばらく初心者の人っていうか初めてギターを持って、親父が持ってたとかじいさんが持ってたとか兄貴が持ってたんだけど今一緒にいないとかな、教えてくれる人周りにいないとか、そういう人のためにやってる、やってみようとか、まあとりあえず一人暮らしでエレキギター買っちゃったんだけど、どうやって弾くんだろう、みんなどうやってんだろうっていう、その初歩の初歩分かってないなっていうな。雑な演奏の実力を上げてしまったんだけど、早いとこ次の段階の初心者授業を教えてくれっていうリクエストが声がありそうなんで、取り急ぎちょっと短い動画をもう20分ぐらい喋ったから。